平成4年の、第1種の電気工事士筆記問題ですね。この午前の問題のですね、1から10番までを解説いたします。あんまり詳しいことないんですけどね、これぐらい勉強しとったらいけるやろうという程度であります。はい、1番ですね。これは静電エネルギーの公式でですね、右側のこの比例とか反比例で書いてあるのね、どれが正しいかっていうことなんですけどね、これは静電エネルギーが2分の1 CV 乗ですから、もう E のね、電圧 V の2乗に比例するというのが当たりであります。あとは全部アウトですな。はい、図のような直流回路においてですね、スイッチ S が開いているとき、抵抗 R のですね、両端の電圧は 36V やった。スイッチ S を閉じたときのですね、抵抗 R の両端の電圧はどうかということですね。まず S を開いているときですね、2M の電圧は 60V から 36V を引いた 24V ですね。でこの 2M の 24V がかかってますんで、12A が流れている。これは R にも流れてますんでね、そうすると R は3オームとこうなりますな。今度 S を閉じますとね、6オームと3オームが並列に合成になりますね。これ2オームになります。そうすると2オームとこの並列の2オームとがですね、電圧を半分ずつ分けるということで 30V ですな。3番ですね。図のような交流回路において電源電圧は 200V。抵抗は 20Ω、リアクタンスは X でこれ分からないんですね。で、回路電流は 20A です。この時の力率はね、パワーファクターは何ぼかということなんですけどね、これはまずはですね、20Ω に 200V かかってますんでね、したがってこれは R 分の V 乗で、消費電力、有効電力は 2kW ですね。したがって、力率はですね、被送電力分の有効電力かけ100ですから、4000分の2000とこうなりまして 50% になりますな。はい、4番ですね。図のような交流回路において抵抗 R が15オームで、誘導性のリアクタンス XL が10オームから容量性リアクタンスがですね、 XC が2オームであると。この回路の、ね、消費電力は何ぼかということですな。これ出し方いろいろあるんですけどね、一番簡単なのはこれではないかなと。リアクタンスはあれですな、これちょっとごめんなさい、10-8になってますけど、これ 10-2 ですわ、これね、ごめんなさい。それ48を割りますとね、これ6アンペアになるんですね。はい、ということは被送電流が6アンペアということなんでね、I 乗 R で 540W と、こういうことになります。ちょっとこれミスプリントです、ごめんなさい。はい、5番ですね。図のような交流、酸素の交流においてですね、電源電圧が 200V、 それから抵抗が8オーム、リアクタンス6オームということですね。はい、これもね、すみません、ルートがね、抜けとるんですわ、これね。E のね、Z イコールルート8の2乗プラス6の2乗でね、これ10オームになります。これちょっとね、急いとってもんで、もうほんまにね、申し訳ないです。それから、ロですね。ロは、これは、11.6、12アンペアになりますね。で、これが違うということですね。で、P は3倍の1層分のですね、電力ということで、3200と、ちょっと誤差がありますけどね。それから2ですね、これも2400Pということで、ロですね、ロが該当します。はい、問6ですね。図のように単層2線式のですね、配電線路で抵抗の負荷が ABC にそれぞれですね、負荷電流10アンペア、5アンペア、5アンペアが流れていると。電源電圧が 210V であるときですね、抵抗負荷 C のですね、両端の電圧 VC はいくらかということですね。これはいわゆる A にはですね、
まあ、10アンペア流れるんですけど、この10アンペアって書いてある上の 0.1 オームですね、これには結局20アンペア流れるわけですね。それから、B のところのね、5アンペアと書いてある 0.1 オーム、これにはですね、10アンペア流れると。ね、そういうことをこう感じしましてね、VC イコールですね、右に書いてあるようなまあ式でね、解いていきますと、結局C にはですね、203ボルトと。まあ、これ引き算をね、間違わないように計算すればできる問題じゃないかなということですな。はい、問7ですな。図のようなんてね、炭酸の電路ですね、において抵抗負荷 A が50、B が25、C が20オームの使用中にですね、図中のバッテンの印のですね、P でですね、中性線が切れたと。そうするとですね、断線後のですね、抵抗負荷 A にね、何分電圧かかるかという問題ですね。でちょっと書き直しました。これね、そうすると A と B が直列に210ボルトに入るんですね。はい、そうすると200、あ、これもあかん、分数になってない車線が消えてますわ、すみません、210ですね、を75分の50で割ればいいわけですね。そうするとこれ140ボルトとこういうことになります。焦ったらあかんな、すみません。はい、8番ですな。設備容量が 400kW の需要管においてですね、ある1日ですね、24時間の需要率が 60% で、負荷率が 50%。 この需要管のですね、この日の最大需要電力の P のマキシムですね、それからこの日1日の需要電力量、キロワットアワーを組み合わせたものでどれが正しいかということですね。まず需要率というのはね、設備容量分の最大電力ですから、これがまあ 0.6 ということなんで、最大容量は何ぼね、最大電力の、容量は何ぼになるか言ったら240キロワットですな。はい、そして、負荷率というのはですね、最大電力分の平均電力かけ100で、これ 50% ですね。そうすると平均電力というのは 240×0.5 ですね。それが24時間ですから2880kWh ですな。こういうことになりまして答え2になりますな。はい、問い9ですね。図のようにですね、電路において変圧器、6600が 1D から210が3層ですな。これ2次側ですな。この一線がですね、B 種設置工事でされていると。この B 種の設置工事のね、設置抵抗値がですね、10オーム。これね、10オームです。で、負荷のですね、金属箱のですね、これが D 種の設置抵抗値が40オームだと。ね。はい。で、金属箱の外箱のですね、A 点でですね、完全地落したと。いうときにですね、A 点の対地電圧は何本になりますかと、どれぐらいビビリ来るかいくんですな。はい、これはまあ、あれですわな、40オームと10オームが直列にね、つながって210ボルトのその変圧器にバックアップ返ってますんでね、したがって 210×5/4 ということで、168ボルトということですな。はい、10番ですね。加護型の誘導電動機のインバーターによるですね、速度制御に関する記述として正しいのはどれかということなんですけどね。これはもうインバーターというのはですね、周波数をね、変動してね、変えて、で、速度をね、制御しますんで、これはもう、あれですな、正しいのはいいですよね。はい、今、エアコンなんかもうほとんどこれになってますよね。はい、